おっ、ほら、ほぼ。今日はカーボアップだ。カモさん、カーボアップですよ、今日。はい、皆さん、おはようございます。今日はですね、ボディビル大会前日ということで、別の動画でカーボアップの動画出してるんですけど、まあそっちは皆さん見てくださいということで、今日は大会前日の様子ですね。カーボアップから始まって、鍼灸師の鶴見さん来てますけど。よろしくお願いします。まあ鶴見さん来ていただいて、鶴見さんのストレッチがあって、またサロンに行って、今度写真撮影会があって、今度ポージング練習があってっていうね、大会前日超忙しいんですよ。まあそのね、様子を皆さんにお届けできたらなと思います。じゃあ、マッサージしてくれ。よろしく。はい。ああ、いいね。去年とか一昨年とかの科学の体つきとか見てた時は、もうなんか圧倒もされるし、あ、やっぱボディービルダーの仕上がりすげえなって思ってたんだけど。はい、鶴見さん、たくさんのお話ありがとうございました。どうも。じゃあね。はい。じゃあまた明日呼ぶかもわかんないです。あ、本当に。はい。よろしくお願いします。はい。お疲れ様でした。ご足労ありがとうございます。はい。アガベシロップ 50g と醤油 6g、あともち4個のカーボアップ飯です。ああ、これだよ、これ本当に。うまい。うまい。鶴見さんの治療とカーボアップの食事済ませたんで、これからちょっとね、新丸子駅行って、ちょっと脱毛じゃないけど、知り合いの方にちょっと施術をしてもらいます。なんかハイパーネフ的なね、なんか脂肪燃焼みたいなやつなんですけど、ちょっと遅刻しそうです。いただきます。今日めちゃくちゃ時間に余裕持って行動できてるわ。ああ、超偉い。今日はむちゃくちゃ楽勝で時間内に着くわ。気分がいいね、やっぱね。最高、時間に余裕持って行動できるって。セブン遅刻ね。あ、すいません。最高です、これ。もう毎日通いたい。気になるのもあれだしね。そうですね。これ効果出ないわけないですよ。でもみんな来た方がいい。これで脂肪撃退です。サロン終わりました。メンズハーニズさんの、まあ、オーナー様からですね、エアフォースワンっていうスニーカーいただきました。誕生日プレゼントですね。本当にありがとうございます。大切に履きます。人からちゃんとこういうものとして誕生日プレゼントもらったの超久々です。何年ぶりだろうね。嬉しいです。ありがとうございます。じゃあこれからね、体の写真を撮りにスタジオ行ってきます。はい。終わりました。今日はですね、日本大学の芸術学部の学生さん丹田くんと進藤くんに今日はね、撮影やってもらいました。本当にありがとう。ありがとうございます。本当に助かりました。はい、本当にね、楽しい時間、素晴らしい写真ありがとう。ありがとうございました。ありがとうございました。こちらこそ撮れて光栄でした。ありがとうございました。助かった。今ですね、今のでしょ。めっちゃ綺麗なんですよ。めちゃくちゃ綺麗なんですよ。叩いてくれる。いいんすか。いい音でしょ。写真撮影会終わりました。でこれからね、カーボアップの3食目食べるんですけど、ベイヤン君から指示されたのは餅4個なんですよ。1食で、まあ、500キロカロリー分のカーボなんですけど、ちょっとね、お弁当にするにはね、餅ちょっと適してないんで、カーボアップモナカっていうね、よくスポルテックで僕もらったりするんですけど、このカーボアップモナカ5個、1つの袋で100キロカロリーあるんで、これ5個持ってきたんで、それとささみ1本。これ 50g ですね。いやー、もう腹ペコですね。前回の食事から5時間以上経ってるんで、もう腹ペコ。いただきます。うまくない。うん、めっちゃ。普通にお菓子。写真撮影が終わってね、
今家に帰る途中なんですけども、朝起きてから 300ml しか水飲んでないんで、さすがにちょっと喉乾きましたね。だけどこうやってサロンに行ったら誕生日プレゼント、スニーカーもらえたり、さっきのね写真撮ってくれた学生の方、あれもね、まあ、本当にボランティアでやってくれたんですよね。本当に自分からお金はいらないので撮らせていただきたいですってね、名前を出てくれたんですよね。本当に自分って本当に人に生かされてるんだなってのすごく思います。協力してくれる人もねたくさんいるし、俺は一人じゃないんだなっていうのはね感じるんだけども、これをね大会前日とか特別な日以外だけではなくって、常日頃からね感じれるような人になりたいなってちょっと思いました。じゃあこれからねポージング練習やるんだけども、一回家に行ってちょっと食べて休憩してからジム行ってポーズ練習していこうかな。頑張ります。はい、チャーハン伸びる伸びるストップ。ちょっと休憩したんで、ジム来ました。ポージング練習ね、フリーポーズの練習するんですけど、特別に許可をもらって撮影できないかちょっと交渉して、フリーポーズの風景ってのね撮影できたらと思います。じゃあフリーポーズ頑張ります。大会なんで、まあ、大会終わった後だったり、まあ、パンプアップする時に食べるようなちょっとしたねお菓子買おうかなって思って見てたんですけど、食いたいものがないんだよねもう炭水化物いいよもうみたいな感じなんで、明日は何持っていくかな。本当に適当なモナカだったり水だったりモンスターだったり、あとお茶とかそんなもんだと思うんですよね。うん、カーブアップ始めるとみんな最初の一口目は美味しいんだけど、その後げんなりしてくるんだよな。多分みんなそうだと思うんですけど、今日はねとにかく早く寝て10時間ぐらい寝たいで、明日に備えたいと思います。大会前にね寝れるかどうかってめちゃくちゃ大事だと思うんですよね。寝れば寝るほどいいと思う。水が抜けるし疲労も抜けるしね。今日はゆっくりしたいと思います。はい、じゃあ今日は終わり。明日楽しんでステージ立ってきます。頑張るぞ。じゃあおやすみ。